皆さんこんにちは、リュウガです。はい、今回はですね、僕が持っているカバンの中身じゃない、間違えた、カバンを紹介します。なんていうの、よく使うやつとかを紹介していきます。ではスタートです。はい、もう結構あるっていうかね、その服に合わせてとか、その遊ぶ時のそのなんていうの、どっかに行く時の場合によって、荷物の量によっても違うんですけど、まあ全部やっていきますね。まずはこちら、ナイキのなんて言えばいいんだろう、これん、ちっちゃいカバン、斜め掛けのね、こういうカバンなんだけど、これはもう高2は高2の時はずっとこれ使って、このカバンしかなくて、ちっちゃいカバンがもう一生これ使ってた。これ 500ml のペットボトル1本入るし、ここにも開けるし、これは、ね、もういっぱい入るんだよ。ここにももうめっちゃいいよこれ、マジで。でもいっぱい使いすぎて最近使ってないんですけど、あんまり使ったけど、あのナイキのお店で買った。でも1500円とかでも、うん、多分2000円いってない気がするけど、なんか、うん、2500円かな、わかんないけど、うん、これはナイキです。次はこちら、タラーン、汚いよねこれ。これフラッシュで光るんだけど、リフレクターっていうのかな、わかんないけど、フラッシュで光るやつなんで、これは多分テブンっていうか H&M で買いました。これも1500円とかの気がするけど、こんな感じでポケットがあって、後ろにもねこうやって開くんですけど、これも結構、はい、なんでもちっちゃいけどね、まあこれもねめっちゃ使ってました。はい、次です。こちら、これあんまね、もう最近作ったやつなんですけど、これね、まあ薄いっていうのがねちょっとあれだけど、まあちょっとそこまでとかそんなことないけど、うん、かわいいです。これですね、クリアバッグ関連の手作りだったこれこれはね、100均のやつだからちょっと弱くて、ちょっと一回剥がれて、あのヘアアイロンでつけたんですけど、その、はい、ね、これ大きいね、大きいけど弱いんだよね、本当に。でもめっちゃこれ3回ぐらい遊んだぞ、これで。でもたまにメンテナンスしないと剥がれてきちゃうから、はい、次こちら、こちらですね。これは斜め掛けのやつですね、こうやってできるやつ。これはザラのやつです。ザラウーマンで女の人のやつなんですけど、セールで990円でやばいと思って買いました。はい、やっぱりクリアは楽しいですね。これまたクリア、これもウエストポーチで、こういう感じで紐も分厚いよみたいな。これ結構大きめ、さっきのこれよりは多分大きい気がする、うん、だし黒だからあんまり、うんうんうん、あ、そう、ちょっと壊れちゃったんだよね、これ壊れちゃったの、やばいよね。こっちかけんじゃん。これはベルシカで、うん、あれこれやったっけ、購入品なんか、うん、違うか、やった気がする。これはベルシカで多分セールで買った、1700円とかするセールでね。次こちら、タラーン、ユースルーザーのリュックサックです。もうこれ本当にマジでこれ神って思って買いました。あー、でも大物、でもインスタグラマーじゃないよね、もうで大物デザイナーのリュックサックです。これはもう学校行ったり、そのちっちゃいサンクとか持っていくときにめっちゃ便利だし、ペットボトルも全部入るし、2リットルですね、うん、だしここも開くし、なんといってもチャック2個ある、あの紙ですね、かわいいし。次です、次が最後ですね、これです。トートバッグ、手の形のこういう、これはあのオーストラリアのカバンの、あのオーストラリアにあるカフェのカバンですね。はい、あの お土産でもらいました。可愛いよね、めっちゃこれ使いすぎてさ、もうちょっと汚いけど、これも何でも入る、何でも入るっていうか、まあ、うん、許容範囲のやつですね。はい、こんな感じですかね。早口すぎたかも、早口っていうか、というわけで今回はね、僕のカバンを紹介したんですけど、
本当にカバンは何個あっても足りないよっていう感じですね。てか黒ばっかり、やば。はい、というわけで皆さんもよかったら参考にしてください。バイバーイ。